始まりました。アーサーベンジャーズの羊です。おはようございます。おー、で、何ですか今日。前回はFC の新しいメンタルトレーニング理論を、あの大学のかなんかノリノリだったような、だいぶバイブス高まってましたね。こうだいぶなんか私の空腹イズムみたいなのがなんか乗っかった。いや、この間の動画5分割しましたからね。あ、5分割これから上げるんで。これはアクセスが期待できる羊です、ね、まあ羊出てないんですけどそうですね。で、今日はですね、うん、まあ、前回言った何ですっけ、その認知システムが2つあるみたいな話してたじゃないですか。あ、ヒューリスティックです。あ、そう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 。あれ結構面白いなと思ってちょっと調べたんですけど。お、調べました。ええ。なんか表になってるものがあって、うん、システム1とシステム2みたいな。1は、そう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 、直感で速い思考モード、2は理論的で遅い思考モードみたいな。うん、だから各駅と特急理論と一緒ですよね。さあ、FC が言ってた。うん、でここでですね、うん、このお題っていうか、その疑うっていうことを言われて、ああと思って、今日ですね、この後のあるところに行くんですけど、あるところ羨ましい。このあるところの人と話をするんですけど、あるところをちょっとお見せしますね、一回。おお、見たい。あ、やばいやばい。ちょっと待ってください。おい。ちょっと待ってくださいね。ごめんなさい。おい。これか。音声を今日、音声共有しないと音声なくなっちゃいます。音声も出るのか。これ、今見えます？可能性を確率に、確率を事実にする。で、ここに行くんですよ。これが。学会？いや、違います。なんかこの人の話しに行くんですけど。時空間の仕組み。はい。オリジナルの帝王学です。オリジナルの？あ、帝王学。ね。聞かぬ、ボビぬ、ファイリムぬ、サウザー。笑して帝王の地。そう。ま、この人、このが。でかくなったらこそ。これ誰もついてこない。進みついてます。ついてます。いや、これのですね、この人が提唱している理論が、毎日、最大パフォーマンス出せるっていう。いいね、それ。そうなんですよ。まさにアベンジャーズと同じ発想ですね。そうなんですよ。で、なぜか僕は、この前回話聞いたときに、うん、あなたは、一日最大パフォーマンスを出せる、選ばれし人ですみたいな。なんかあれだな。なんか優先のくじで絶対2位が当たりましたみたいな。言われて、本気法廷のありがちなやつ。そうですね、ちょっと怖いなと思ったんですけどでもこれこう見てください。これその思いに共感していただける方にこれを導入していただきたいと、うん、で、まあ、セールしたりとか強引に売り込んだりは全くできません、うん、できませんってちょっと面白いですね。できません。でもその前提作られてしまったので、うん、じゃあ一回ちょっと考えますねっつって今日行くんですけど、これ結果的にですよ、なんか基本設計があるらしいんですよね、うん、でそれをもとに何をじゃあするのかみたいな、うん、サービス内容ですね、うん、こういう流れになってるんです。あ、これがサービス内容。そうっす。あ、もう金額も書いてあるんですね。そうっす。これどっから見つけてきたんですか。この人は、これ、この人たちがやってる天空会っていう交流会があるんですね。天空会、ね、これ時空会って会社なんですけど。うん、で、この人は物理を専門としてる、まあ、この人自身はまあ面白い人っちゃ面白い人なんですけど。うん、でもなんか、物理を極めたみたいな。うん、まあ、極めたって自分で言えば極めてるじゃないですか。うん、だから、で、これ結局、なんか、羊を極めてます。
結局のところ、そのなんか自分のその世界観を作るのに1年間サポートしますよみたいな。1年間かかるんですかみたいな、ところと、世界観を作ってどうするのかっていうのがよく分かんないんです。で、今日聞いてくるんですけど。なるほど。そうなんですよ。だから今までの僕の流れだと、なんかこう話を聞いて、ああじゃあ失礼しますみたいな感じになるので、うん、なんかこう羊あのでねクフに聞いて羊って言った、羊でもありますけど、クフに一回相談しようかなと、うん、あのね、うん、あ聞いてこれね面白いやり方があるんですよ、はい、こういうの聞いて、うん、実際のサービス内容を自分で作れないのかっていうワークはねかなりなるほどいけてるわけですよ。だからねそれ作れなければまあこの人に頼んでもまあ良ければいいんだけど、大体話を聞いてそのプロファイリングとかそういうこう予測すればですね、種明かしみたいなのあるわけですよ、うんうん、ぶっちゃけですけど、例えば私が84万円のプログラム作ってもそうなんですけど、うん、作れるんですよ、うん、だって人間が作ってんだから、うん、それが本当に人間が作れないほどとか本邦初公開ぐらいね、うんすんげえものだったらあれなんですけど、うんまあ、ベッチのところの100万のプログラムとか言っても種明かし聞いてるとなんだみたいなのばっかりです、うんうん、だからまあ聞いてみてどういうところをアプローチするのか、ね、まあ N 沢の質問力も問われるかなっていうのがあって、ね、そうですね、まあ、ちょっとそれはねまたあの N 沢の得意のねN 録音で N レックで N レックしてきてもらって、私もふん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 って言ってきますから、ね、なるほどですね。ちょっと私のね、こういうクフクフイヤーでね、クフクフヒアリングの力が問われる。ヒアリング能力ですね。ヒアリングのこの、うん、この私のね、大きな耳で。お任せください、皆さん。なるほど、そっか、自分で作れないか、そうですね。まあ、大体作れますよ。うん、種明かしですね。大体作れます。うん。そこで当たりつけんが、まあ、うん。ある程度話を聞いて、うん、あんまりにも言いすぎると、あ、この客めんどくせえなと思われる、うん、だからそこら辺なんですよね。だからその逆の攻撃ができるからです。逆の攻撃、うん、あ、なんかそれすごい良くて、もし自分が入ったらなんかかわいそうっすねみたいなこと言って、うん、あ、こいつ入るかなって思わせといて、ね、質問をちょっと入れるという、うん、となるともう相手はクロージングじゃないですか、うん、あの、あと5個ぐらいの脳を全部潰せばこいつ買うなみたいな、うんうんうん、その5個ぐらいの質問は絶対答えてくるはずなんで、うん、そこでいいパンチラインをかませられる。駆け引きですね、うん、そうなんですよ。だ、騙されたふりして、うんうん、引き込んで、おるせうなげおるちょっと、あ、あれ、あれバランス崩れたって思って、あ、来たっつった相手が大内刈りをこうかけそうに なるとき足が離れるわけじゃないですか、うん、簡単に言ったとき、あれー、おうちから、おうちゃんに、一歩じゃいあ、崩れていると見せかけての、実は崩れていなかった相手を崩して。なるほどですね。すべて格闘技だと思ってもらいたいね。うん。そういうこと。そっか。相手が攻撃してきたときに隙は生じるからね。うん。多分いいこと言ったから、私。確かに。こいついけるなと思われて、餌をこまいて。そう。なるほど。実は、食いついてきたときに相手がこうこっち側に寄ってくるんで、うん、その勢いを作ると、おりゃーって言うことない、クロスカウンターです。相手がわざわざ殴らに来てるっていう、おりゃーって。確かに、そういうことじゃあ篠原みたいに内股すかし決まったのに負けたみたいにならないようにします。それはね、ドゥイエって感じ。どう言えるかって感じ。ええ、なるほど。そっか。あ、でも、やっぱり相談してよかったです。あ、だから、そういうとこね、今回ね、いっぱい行くのはありなの、うん。相手がどういう、そのロジックっていうか、その、パンチラインを1個持っていて、そこをもったいぶるわけじゃないですか。うん。だって、この内容だってそうですよね。うん。例えば